ですから今ちなみにロドリゲスは2勝1敗という状況ですかね。そうですね、2回勝って1勝1敗ですね。1勝1敗という状況ですかね、はい、2ラウンド終わったばかりですから、2ラウンドが終わったわけですから1勝1敗と、はい、まだ先は長いですね。先は長いです。はるかからとですね、はい、銅メダルがあと5試合勝たなきゃいけませんね、これは大変です。この試合も敗者復活戦です。赤がイランのモメニ、青はギリシャのゴイチです。この試合も含めて3試合後が74キロ太田拓也選手の試合が予定されています。 D マット、お互いに気を伺っています。タックルに入ろうという動きを見せていますが、まだポイントなく0対0、イランとギリシャの対戦です。青がギリシャ、赤がイランです。イランからもたくさんの選手が出場していますが、 そうですね、それぞれにやはり代表する選手だけにですね、はい、力が強い選手が多いですね。そうですね、彼の場合もですね、93年の世界チャンピオンを破って、はい、イランの代表になってますね、はい、ですから非常に力のある選手だと思います。まあ、初戦で昨年世界チャンピオンのですね、はい、ロシアのサイティエフ選手に敗れてますけども、彼もですね、今後ですね、勝ち進むんじゃないでしょうかね。そうですね、はい、サイティエフは95年の世界チャンピオンですからね、はい、世界チャンピオンといきなり初戦で当たったモメニは敗れて敗者復活戦に回りまして、ギリシャのロイツリスと対戦しています。青のギリシャのロイツリスは初戦でドイツのライポルトと対戦して敗れました。そのドイツのライポルトもですね、昨年世界の2位ですから。そうですね、はい、それぞれ世界の1位2位と対戦して敗れた両選手が敗者復活戦の初戦。まあ、考えようによっては敗者復活戦の方が試合数が多いわけですから、敗者復活戦で銅メダルを取ることの方が非常に難しいと言いますか、厳しいですね。とにかくやはりメダルを取るのはですね、金銀銅問わず、非常に厳しいですよね。厳しいですね、はい。まあ、そういう中で今日の解説の佐藤充さんがソウルで見事に金メダル、フリースタイルで52キロ級で獲得されたわけですが、まあ、真ん中の表彰台に立って金メダルを受ける時の気持ちはどうでしたか。いや、もう何とも言えないですね。ジーンときましたか。尾形さんにも立ってもらいたいと思います。そうですか。それは永久にできないと思いますが、まあ、できない、そういう金メダルを獲得された佐藤充さんの解説でお届けしているわけですが、この両者3ポイントをイランが先取しています。モメニ、こうして見てますとどうなんでしょうか、プレースタイルには違いはありますか。そうですね、イランはもう全般的にこういったスタイルからですね、フェイントをしながら片足タックル、はい、両足タックル中心ですね、はい、ギリシャの方は伝統的なスタイルがあるんですか。あまりこう 動かないでですね、そこから上体が強いですから、相手を引っ掛けて、はい、まあ、瞬間的に入るスタイルなんですけども、まあ、ギリシャはいろんな選手がいますよね。そうですか、はい。まあ、ギリシャにしてもイランにしても、まあ、イランはレスリングが国技と言われているくらいですが、はい、まあ、ギリシャにしましても各国に、まあ、格闘技、さまざまな格闘技がありましてね、はい、したがってそういう格闘技の伝統があるだけに、同じレスリングでもスタイルが微妙にそれぞれ違ってくるようです、はい、
やはりギリシャはですね、本当レスリング発祥の地ですから。そうですね。しかもそのグレコローマン、ギリシャローマ時代っていう、そういう名前からグレコローマンが来ますけども、はい、上半身、はい、額のレスリングが結構多いですけどもね、はい、そうですね。発祥の地ではありますが、グレコローマンもフリースタイルもここまでのところギリシャ勢はメダルには手が届いていませんね。そうですね、まあ、日本も強いと言われてもですね、はい、今のところメダル取ってませんので。そうですね、はい、あまり大きなことは言えないんですけれども、まあ、しかしあの今日は4階級にそれぞれあの有力選手が日本選手が登場して、はい、河合選手は敗れましたが残りの3選手は初戦を突破しているだけにですね、はい、この後期待持てますね。そうですね。あの私もギリシャでですね、20歳以下の世界選手権見に行ったことあるんですけども、はい、やはり非常に人気がありましたね、はい、観客もたくさん集まりまして。あ、はい、そうですか。まあ、ギリシャと言いますと確かにおっしゃるようにこういった格闘技がこう絵になると言いましょうかね。そうですね。あのピタッとはまる感じがしますよね、はい、筋骨隆々とした男たちのこういう筋肉のぶつかり合い、汗が飛び散るこの、まあ、格闘技の原点ともいえるレスリングに、まあ、ギリシャそしてまたイラン熱心に取り組んで長い歴史を誇ります。まあ、イランはですね、あの僕アジア選手権で出たことありますけども、はい、もう体育館ですね、あの超満員でですね、もう1万5000人以上のですね、観客が集まりますから、はいはい、そういう意味では非常に人気の高いスポーツですね。なるほどね、はい、あと5秒で5分が経過します。スリーポイントを上げていますのでイランのモメニがこのまま逃げ切りそうです。試合終了です。イランのモメニが敗者復活戦を突破して敗者復活の2回戦に進みました。ポイントは3ポイントモメニ、ギリシャのロイチディスは得点を上げることができませんでした。さて貴重な3ポイントの映像ですね。そうですね、胴を固めて返して、はい、これは2ポイント技ですね。こういうふうにあの後ろに返して肩をつけるという返し方もあるんですか。いろんな形のローリングがあるんですね。そうですね、あの角度を変えるんですけども、やはり2ポイントを取りに行く場合には前の方にですね、はい、返すような形の方が取りやすいですね。そうですか、はい、